ステージでも均等な仕事をしてくれるサブを知っているかな。そう、それがラインマーカーである。どこに持って行っても雑魚ですからね。仕事がないみたいな言い方すんな。その通りだよ。ラインマーカーはどこでも一定の仕事ができる。このヒラメガが来るまではそんなに相性悪いんだな。しかし私はラインマーカニスト。それでも開発するが私の生き様。ヒラメガ岡団地のラインマーカーの使い方を見せしまうぞ。いろんなものがちょくちょくださいそんなわけで皆さんやっかろう。だんだんこのステージ戦い方分かってきた気がする霊夢よ。おいっす。そうは言ってもラインマーカーのことしか考えてねえだろとマリサだぜ。さてそれでは早速ですがヒラメガの攻略法はリッターに嫌がらせをします。クズの極み。ヒラメのリッター墓地といえばもちろんそこの室外機上、足元が濡れる関係上一発でも当てれば動かざるを得ないのだ。さらにこっちの方が高いので潜伏に当てることは射角的に困難。どころかこちらの方が射程が長いので当て逃げも可能。普通はこれだけ当てれば諦めて引いていきますが、それでもわからないリッターさんにはラインマーカーで分からせます。顔がセンシティブ。あーマジでこれが一番気持ちいい。あーまたリッター君を行かせてしまった。そうなのお前の方だろ。顔やめろ顔。私はもうリッターぐらいの長さじゃ満足できないの。ラインマーカーくらい大きくないともう満足できない体なのよ。意味のある表現すんな。今日どうした？なんか溜まってた？リッターに全部ぶちまけてスッキリしました。さいですか。さて真面目な話に戻ると、あそこでリッターを迎撃すると基本的に同じ場所にはもう来なくなるんですよね。ほら正面の方にいるでしょ。そうすると私がここに居座ってエリアの確保ができるのよね。さっきの位置からだとマジでどこでも狙えるから、居座って欲しくない位置から移動させることができるのは本当に強い。やってる仕事は丸見さとほぼ変わらないと思うわ。ラインマーカーに対そうな評価つけたもんだな。実際リッター使いの意見を聞いたことないからラインマーカーを投げられることがどれだけ嫌なのかわからないけど、少なくとも役に立たなかったことは一度もないと感じているわ。3発も当たるわけないと甘く見て引かない人をそのまま倒すこともあるし、最低でもその場からどかすことはできるから普通に有効だわ。というかもうリッターに当てすぎて、こうやって釣り出して当てることすらできるようになってきた。変なとこばっか上達すんな。おや？もう私とは遊んでくれないのかな。そりゃ一方的にペチペチしてくるなら相手するのもやめるだろ。普通にリッターメタとして使えるからマジでありだと思うわ。というかようやくここに来て世間に認められたかって感じ。ただこれ以上変に強くするとハイプレの二の舞になってラインマーカークソゲーと呼ばれる時代になりそうだから、現状使いこなしてる人にだけ扱えるサブになってるっていうこの状態が一番ちょうどいいわ。正直もう私はラインマーカーにこれ以上の強化も求めてないからね。立派に強くなって大満足です。ラインマーカーの育ての親みたいなこと言ってるが、ここでワイプアウト。残り10カウントしかないからこれはもうさすがに決着だな。ラインマーカー以前に味方がめちゃくちゃ強かったわ。終了。ヒラメの戦い方がようやく少しだけ分かってきた気がするわ。立体迷路は今作にほとんどないしな。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは同じくガチエリア、ステージは変わって金目鯛美術館だぜ。5、よし2戦目も頑張っていくわよ。勢いついてるところ悪いんだけど、相手トーピード3枚構成なんですけど、ふ、そんな弱サブじゃ私を倒すことなんてできぬわ。ただ相手に向かって投げると自動で追尾して、直撃60ダメージに加えて爆発して広範囲を濡れて、ボム殺することによってお茶を濁すことも可能で、ただ遠距離から投げられるだけのサブよ。素直に負けを認めたら？ほらほらその弱サブにエリア取られてますよ。ちょっとこれはさすがに無理だわ。髪を溜めながらちょっと動いていきましょうか。ぐぬぬ、あと一発が、そしてしっかり投げ返されるトーピード。もうリュウさん、髪の力を思い知れ。お前も強スペ使ってんじゃねえか。サメはどうにもできないのでおとなしくガード。逃げた先に一発、そしてもちろん逃がさないわよ。引く判断が遅かったわね。一気に叩き潰し残り一人。はっはっは、マーキングつけてガー誤って近距離へ。ラインマーカニストさんやはりメインが扱えない。味方とクロス組めたと思ったんだけど、倒されはしたがさすがに3対1。残った味方がしっかりエリアを確保。そもそも別に仕掛けに行く必要すらなかったわね。さてなんとかこのエリア守っていくわよ。私はここでトーピード絶対撃ち落とすマンとなりましょうか。できることなら味方がこっち近くに来てくれれば、合わせて全部叩き落とせるんだけど、サメにやられちゃった。あ、今完全によそ見してたな。バリアの音聞いて気がつけばよかった。さてこちらは2枚落ちで相手にも確保されている状況。あのスクイック結構攻めっ気あるな。なんとか相打ちだけど倒してくれたみたいね。ここは多少強引だけど降りてエリアを塗りに行きましょう。デュアルがそこにいるからちゃんとクロスも組めてるはず。でも優先なのはエリアの方。止めて塗り返していくわ。さすがにこれは大丈夫。そして左の方にいるわよね。よっしゃ覚悟。ものの見事に玉砕してんじゃねえか。っていうか今のエイム何？逆にどうやって外してるの？敵が二人いたこととトーピード来たことに焦って手が震えちゃった。このゲーム向いてないのでは？しょうがないでしょ。怖くて震えちゃうんだから。ジャイロが向いてないんじゃないか？いっそのことジャイロ切ってみるっていうのもありだろ。PC でイペとかやっちゃってからこういうゲームスティックだけじゃ無理。あとラインマーカーは全部ジャイロで投げてるから今更もう無理よ。今まで前夜祭から積み上げた私の感覚がなくなってしまう。とにかく近距離の打ち合いをこなしてなんとかしていくしかないわね。それかちょっとのことじゃビビらないメンタルを作るとかどうだ？ホラゲをやってきた。この過敏な反応が怖い。さてカウントは止まっているが今だトーピードの雨は
振りやまず、ギリギリ確保まではいけていない模様。もうマジで私ここから一生動かないくらいでいいかもしれないわ。永遠にトーピードしか飛んでこないのであれば、それを撃ち落とし続ければ勝手にエリアが濡れていくわよね。まあ確かにトーピード投げる分メインで濡れば相当濡れるしな。こっちはメインの射撃一発で落とせるから、むしろトーピード投げをずっとやってもらえれば、自然と塗り状況が良くなってくるんじゃないかしら。あとはスクイクにだけ気をつけて、ひたすらこの位置でトーピード撃ち落とすマンとなるわ。多分このまま粘って撃ち落とすことに集中してれば良くなるはず。そもそも神を貯めて打開するっていう方法もあるわね。霊夢の思惑とは逆にエリアは確保されていく。さらに味方も落とされかなり厳しい状況に。もう無理にでも倒さないとこれはダメね。攻め込まれると困るから神でここは踏ん張りましょう。倒せなくてもいいからエリアは確保。そこまで大差あるわけじゃないからちょっとのカウントも大切。カウントストップ。相手も二人倒してエリアを確保。うん、ここはさすがに詰めましょう。味方のいないところに私が入るわ。そこか。撃破して残り一人。エリアも取れてる。これはナイス。味方もいるからここは詰めるべきなはず。さすがに耐えきれず一時撤退。よし、この確保なんとしてもカウントリードするわよ。中央で居座ってれば確実にトーピードを投げ込んでくるはず。それを全部撃ち落としてエリアを濡らせないようにするわ。スライドチートすぎ。さあいくらでも投げてきなさい。この私が全部撃ち落としてあげるわ。もちろんソナーだってすぐに壊させてもらうわよ。と、スクイクはさすがに無理。今飛び降りて塗りに来られたら多分止まってるんだけど、やっぱりトーピードを投げ続けてくれてるわ。これらを確実に撃ち落としていけば大丈夫。だがさすがに人数差が響いてカウントがストップ。もう無理だ、十分耐えたでしょう。リッチに帰ります。相手サイドに確保はされているが、一回の制圧で一気にカウントが進行。もう本格的にトーピード投げまくってくるって分かったから、私も本格的にトーピード撃ち落とすマンになりましょう。左下に二人、ということはエリアがガラッということ。神タンクで塗りに行けるはず。よしよし、トーピード投げてきてるわね。それなら塗り勝負でこっちに部があるわ。うち損じたけど逃げ場はないわ。サメできてもここなら問題ないわ。よし、ってやば、スクイクが見てた。でもなんか引いていったな。いくら物が飛んできてもエリアは譲らん。ソナーは塗り能力ないからね。塗り合いで勝利しがちエリアを確保。お風呂と若葉に頑張ってもらえれば塗り負けないはずだからね。反応めちゃくちゃ遅れたけどなんとかなった。よし、また防衛入るわよ。全力でトーピード撃ち落としていくわ。ってあれ、なんか味方たちも全力で落とし始めたな。おお、ようやく気がついてくれた。そう、射程を生かして全部撃ち落としちゃえば脅威じゃないのよ。なんならメインだけじゃ絶対に近づけないから、本当に撃ち落としていくだけで十分。ほら、もうカウントペナルティ分を完済したわ。マジで撃ち落としてるだけで戦況が良くなってやがる。味方みんなが気がついてくれたのが本当にでかかった。お風呂もここから塗っていけばいいって気がついてくれたし、射程を全力で生かせばトーピードを投げるだけなら脅威じゃないわ。あとはカウントが止まらないようにちょくちょく塗り返していけば。終了。よーし、これは大勝利でしょ。かなり生徒勝ってるトーピードも割と簡単に対策できたな。キルとかは完全に味方任せになっちゃうんだけど、これもプライムの射程の長さがあってこその立ち回りね。やはりラインマーカーの方が圧倒的に強い。それはない。もし困っている人がいたら試してみてねってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。